ですから選ばないでください。まだ選ぶよ。選んじゃった。まさきまさきくんが好きなの。たまにゃんはそこだ。そこはもういい。そこはもういい。そこはもういいから好きね。たまにゃんも好きね。トッポマルくんは。トッポマルくんは恥ずかしがってるよ。ちょっと恥ずかしがってるよ。もちろんもちろん好きだよね。友達ですよね。もうみんな好きだそうです。よかったです。ちょっとヒヤヒヤしました。はい、他に質問がある方いらっしゃいますか。何でもいいですよ。なんかある。あ、女の子、はい、質問どうぞ。リンゴ。好きな食べ物なんですかって教えてください。好きな食べ物なんですか。考えてますね。食いしん坊だからね。あれか、あ、馬刺しと言ってます。今日馬刺しが大好物だそうですね。熊と馬を食べるっていう、はい、熊本名物ですからね。もちろんからし名物とか熊本名物何でも好きだよね。大好物なのでこのお腹になってしまいました。はい、他に質問がある方いらっしゃいますか。はーい、質問がある方いらっしゃいますか。あ、はい、じゃあ聞きますよ。はい、何ですか。スマホの好きな色は。好きな色だってよ。好きな色は何色ですかって。何色が好きだろうね。考えてますね。何色が好きなの。思い出した。どれ。あ、ほっぺたしてません。あ、赤色が好きなの。赤色が好き。自分のほっぺですからね。自分大好きですね、クマモンね。自分のこと大好きだね。あ、赤が好きなの。赤だけ。あ、クマも好き。クマも好き。白は白、白、白、白も好き。結局自分が好きっていう。はい、そうですね。はい、はい、じゃあここで質問コーナー終わりたいと思います。最後に時間がもうちょっとある。